藤崎大駅は、1953年から1968年まで、千葉県奈良市の市に存在した新京成電鉄、新京成線の駅、廃駅である。1961年から1968年までの、新津田沼、藤崎大両駅が存在した間、隣の前割駅が、分岐駅となった。当時の前割駅は二面三線の構造で、 駅北側の踏切東側には、藤崎大方面への分岐線と推測される線路跡が廃止後も残っていた。路線は津田沼方向へ単線並列で並走し、途中変電所のあるあたりで分岐していた。現在は線路跡をなぞるようにして住宅が並んでいる。近在には、京成電鉄の第二工場が1981年頃まで存在し、 当駅京成津田沼駅間は、京成電鉄に所属する第二工場への引っ込み線の扱いであったが、1987年頃に新京成電鉄へ移管。旧、第二工場内の藤崎大支線に相当する敷地は、2003年に奈良市の市に売却するまで新京成が所有していた。駅の跡は現在は道路や住宅になっており、周辺も後々住宅地として、 区画整理されたためか痕跡が全くない。藤崎台という地名自体現在は存在していないが、若干東側に藤崎という地名があり、バス停に藤崎台が現存している。ありがとうございます。